いかがでいらっしゃいますか、野沢なじでございます。お元気ですか。こんばんは、チャコことしらしるゆみです。お元気ですか。あら、まあ香水がね出てきましたね。今日は珍しくね、香水出てきたね。いつもなんか唇だけなのにね、今日は香水なんか出てくるじゃない。香水なんかどうした、サービスがやたらいいじゃない。興奮しちゃうよ。好きなのね、夏以外。なんか今変なもの走った、スタジオの中。もうなんかスタジオの中なんか走ったものがあるな。なんかわからないものよ。猫だって自分では言ってるんですけどね。この頃はね、あの打ち合わせの時に来るゆかりさん、ゆかりがねやたら色っぽくなってね、このところ。嬉しそうじゃないなっちゃ。俺ゆかりが色っぽいの大好きなの。嬉しいや、ね、うん。少し暑いななんとも思ったんだけど、そしたらそこへね、今日はまた一人ね妙なものが。ニューヨークに行ってりゃいいものをね、来たんだよね。今日はニューヨーク帰りが2人いるわね。あ、3人かなっちゃえるとね。そうね、横で。葵くんもいるから。葵くんもいますね、今日はね。どうしたんですかね。どうしたんでしょうね。隣で客船日がどうも気になるんだよ。おすぎ、そうね。そういうふうに寝転ぶのやめなさいよ。なんか寝転んじゃうんだ、おすぎが。まあ、どうしたのよ。どうしてそっちにくっつくの。いつもあっちにくっつかなきゃ普通おかしいじゃないの。俺の娘が言ってたよ。俺の娘がね、あの人は、あの女は嫌いなのかって。俺はそんなこと、俺はおすぎじゃないから知らないって、当人に聞いてごらんよ。うん、どうなの、ここで喋らないことにしてんの。今日は喋らないんだ。今日はギャラがない。お金が出ない。今日は喋らないんだ。何か言えよ。こん、あ、おはようだ。あ、もういい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 。今日はでも、うん、すごい嬉しいの。初めてなっちゃんちゃこちゃんのパックに出るの。そうね、いつもピッコは来る。でもピッコは本当に、うん、ピッコは本当に最後まで喋らないで、ひそやかに立ち去っていくわよ。おすぎみたいに喋らない。喋らないよ、やっぱ。私たち喋ろうって言われた。かけられないんだよな。でも、ここは楽しいね。そう、私たちはバイタリティがね、年寄りのくせに。あの、頑張ったことはよくわかるけど、今は頑張ってください。はい。どうも皆さん、また。あの顔、鼻の頭にしわ寄せて。でも綺麗になったね。おすぎ綺麗になったわよ、うん。そう言ったら怒ったんだよね、俺がね。そこはね、おすぎ綺麗になったわよって、俺も、うん、そう思うよって、顔見ないで言ったのがいけなかったらしいんだよね。横見たまま言ったもんだから怒られたんだよ、さっきね。綺麗になったよね。なんかドッキリが抜けた感じね。あ、うちの岡村に手を出さないように。どうも問題あるなぁ。葵くん、ほどほどにしなさいよ。葵くん大丈夫よ。葵くん大丈夫ね。うん、うん。大丈夫よ。なんか岡村も、葵くんも危ないな。なんて気にしないで、ちゃんとお仕事しましょう。みんなでちゃんと仕事しなくちゃいけないね。本当に忙しい一週間だったわ。そう。そう。うん。仕事あったの。手を切ったり。仕事はありますけども。よかったね。あ、手を切ったんだよ、ちゃこ。どうして手を切ったんだ、それ。でどうしてグレープの間あのアニメーションで一緒になったら包帯手巻いてるからびっくりしたよ。どうしたのそれ。だから手をきあのグラス洗ってて手を切った。女が一人でグラスなんか深夜に洗うからだよね。1時頃ね、それでお世話になっちゃったの、うん、獣医さんに。獣医さん飛び込んだってんだよ。夜中に。ないとこないもんだから。その前にイレブン、イレブン、セブンイレブン。じゃあ空いててよかったに行ったの。うん、空いててよかったに行ったわね。そこしか空いてないもん、夜中だから。でも、ね、あの時ちゃこね、変なこと言ったんだよ、実はスタジオで。空いててよかったのこと言わなかったんだよ。なんて言ったの？あの時俺もね、野沢雅子も一緒だったら、あの時に、しばらく考えたんだもん、ちゃこが、うん。それでね、私はね、11 p.m. 行ったの。こう言ったんだよ、俺に。俺、しばらく、なんでね、腕から血が出てね、11 p.m. 行くんだろうと思って、よその番組ですけれども。変だなと思って、俺と野沢雅子で2人でしばらく交わしてね、あれ間違えてる、ちょっと間違えてる、あれ11 p.m. じゃないね、空いててよかったよねってこう言ったんだよ。11 p.m. は金屋さんだもんね。行くわけねえんだよ、で切って。それで、どうしたの。あ、そう、だから、うん、獣医さんに起きてもらって、うん、それ翌日またね、朝ね、うん、近所の若草院ってとこ行ったのね。そしたら、そこの先生がね、パックいつも聞いてって。余計なこと言ってるね、先生もね。眠くてしょうがありませんよ、なんて。いい加減に縫われたんじゃないか、大丈夫か。うん、あ、そう。それからね、私が、あの、こう、うん、指を押さえて、一生懸命その獣医さんのね、うん、ところにね、起きてくださるかな、なんて思いながらね、うん、青い顔して急いでるとき、傍らに一人の男の人がね、来たの。うん、青年が。青年が、うん、患者代わりみたいな。患者さんで。いや、学生さんみたいな、うん、男の人、うん。あの、もしかしたら白石さんですかって言われた、うん、あなたは僕の青春の声だ。それで、どうしたんですか、指。先生起きてくれないんじゃないですかって、そういう悲観的なことばっかり言いながら、ね、懐かしいんでばっかり言うの、うん、あ、バックは昔面白くて、僕はあ、青春だな、まさにその声だって、私は痛いのね、痛いし、もう本当に痛いの。そういうことないんだ。でも答えなくちゃいけないと思ったから、うん、あなたじゃ何年生なの、あ、何年生、僕はもう31ですって言われて、ね、気をつけないよな。気をつけなくちゃね。今日はそういえばスタジオにあれがいるんだよね。学生がね、
学生さんがいるんだ、明治学院大学っていうのは。ああ、明治大学の方なの。違う、そこ俺も今向こうで間違えて偉い恥をかいたんだ。明治大学じゃ、中央大学じゃないよ。先週は中央だったじゃん。そう言うなよ、いろいろ。お杉のうちには宝塚の人しか来ないなんて言ってましたけどね。来んの、そんなものが。わからない。俺はあっち引っ越そうかな。そうじゃない、明治大学と明治学院大学とは違うんだって、うん、俺明治大学ってのは知ってたよ、でも明治学院大学ってのは知ってたよ。知ってたけどよく知らなかった。今日はね、放送研究会かなんかの人らしいんだよ。にぎやかいですね。随分にぎやかに来ておりますけれども ね私なんかさっきまでもにぎやかなかった。何やったの。もうギリギリまでお仕事してたもん。今日は今週忙しかったんだ。ちゃんはもうずっと毎日忙しいもん。おいいね、仕事があってね、すごく忙しくて忙しくて、ちゃんとお金になってるね。なってない。なってないとほとんどな、雑用ばっかりで。なっちゃんも公演が忙しいみたいね、話によると。あ、俺なんかあちこち公演ばっかり行ってんだよね。公演屋さん、ね、実践女子大、法政大学、宝田学校、なんか随分公演行ってた。この間どこ行っちゃったかな、なんかわけのわからないとこ行っていろいろやってきた。公演ばっかり、なっちゃん公演好きなのね。俺、いやもう同じことばっかり喋ってるけどもね、うん、あ、割合好きではありますよ。聞いてみたいわ、なっちゃんの公演。今度あったら教えてね。しない、聞きに行くから。もうそうね、女子大っていうのはもう二度と行きたくないと思ったね。実践女子大っての行っちゃったんだよ俺。1年前に約束したんだよね。それで病気になっちゃったらほら、それで中止になっちゃったもんだから、まあ申し訳ないと思ってパッと今度来たんで、断るわけにいかなくてね、行ったのね。行く前からもう心臓ドキ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 したけど、段上がった途端にね、ドワーッと何十番教室だか知らないけれども、傾斜になってる教室が女性ばっかりだろうが。私だってどっか行った時全部男性だったの。よく平気だね。平気よ。すごいね。やっぱ自信があるんだね、自分っていうものにね、ちゃんこの場合はね。そう。自信があるもの。本当ね、よくやってる。この間自信があったわね。すごい自信があったね。縦に入れたもんね、あれはね。ああいうのは気をつけたけど。あの時ちょうどね、歌のレッスンをしてたの。あ、そう。歌もやることになったしね。ね、違うの、レッスンをよ。レッスンをよ。レッスンを、ミュージカルスターになるの。で、式でね、いっちゃんと一緒にミュージカルやるの。あさりさんも大変だよな、いろいろな。葵くんのね、翻訳で。葵くんも大変だよな。葵くん狂ってるよ、ほら。嘘や、あれは大変じゃないって首だもん。大変じゃないって首が。世の中楽だろ、チョコ。いっちゃん舞台稽古なのね、今ね。俺、楽に生きてるだろ、チョコは。あたし、すごい苦労よ。嘘つけないっすよ、だけ言えるんだから、随分楽に生きてるよ。で、まずね、回転木馬からお稽古。よしなさい、でも、先生が回転木馬を選んでくれた。どうしてなの、それまた。あたしにぴったしの歌なの。なんか陽気で。目が回るって陽気だよな。なんか、チョコって陽気なところがね。俺でもね、実践女子大行ってもね、それから宝田学校行ってもね、法政大学行っても、全部チャコの話をさせてもらった、実は。私も、男の人が、まあ、一度しか行ったことないんだけど。いっぱいいるとこで。東海大学だったから。東海大学、いっぱいいるとこで何？ちょっと、なっちゃんの話しかしない。お互いに話題がないんだね。手紙行こう。本当は仲悪いんですっていう話しかしてこない。俺なんかもっとひどいこと言うよ。どういうふうに？ね、僕と一緒にやってるね、白石見て変な女いるんですけどね。こういう言い方するからね。そういうんだってね。愛ます。愛してるからね。愛やなきゃ言えないよ。そう？来てる？手紙。そんな嘘の目でよくそんなこと言う。嘘だ。この目は本当だろ。ほら、よく見てごらん。俺の目をじっと。優しさが滲んでるだろ。どっからよ。こっから。こっからって言うんじゃない。愛がなきゃ言えないよ、こういうことは。そう？愛があるよ。13年一緒にこうしてやってきた。苦節を耐えてきた愛じゃないか。なあ、俺ね、どんな、それね、いろんなこと、チャコの前にね、チョコがよく言うだろ。うん、本当にまあね、恋愛が多いんだからとか。本当でもないことをチャコが言うだろ、俺に向かって、うん。だって本当だもの。いや、違う、じゃないだろ、うん。それでチャコの前にいろんな女性が確かに俺は一緒に来たりするけれども、そういうことを抜きにして、やっぱりチャコへの愛っていうものはね。いいわよ、誰と来たって。お互い愛のかけらもなく。やっております。パックイメージ。ゾウだけで成り立っております。パックイメージックでございます。はい。僕は今非常にいじけている。お手紙の方です。なっちゃん。猫をかつぶしでおびき寄せ、近づいたところで空気中で追い払うようなことをしないでください。そういうことしていけないわね。どうしたの。こういう手紙してますよ、うん、僕は先週寸出のところで官庁の手紙を読まれ損なった北九州の黒タイツです。はい、あれだけ読んでくれそうな気配をちらつかせておきながら、いざ別の手紙が見つかるとさっとそっちを読んじゃうなんて、まるでトンビに油揚げじゃございませんか。私が嫌だったのね。そうだ、チャコが嫌がったんだよ。そういう汚くなるのは嫌なの。官庁の手紙は、うん、お杉のとこに出して。
どうせ読まないなら最初から僕の名なんか出さないでくださいよ。まったく舞台演出家だからってそんなことしていいと思ってるんですか。何が真の愛情ですよ。そんなふわふわした現象より感情の方がよっぽど生活に密着してていいじゃないですか。そう、俺は読みたかったんだよ。だから俺はちゃんと選んだんだもん、館長の手紙を。そしたらチャコが嫌だ嫌だって。かわいい館長の話ならいいわよ。イチジク館長さん、イチジク館長の話じゃないの。かわいい、ね、チャコちゃんがあれだけ嫌がったとしても下ネタ好みのなっちゃんのことだ、きっと放送中にいつか読んでくれるだろうと僕は期待してました。いや、なっちゃんは下ネタ好みじゃないですよ。僕はどっちかというと上ネタ好みですよ。そうそう、上ネタ好みですよ、うん、チャコが下ネタ好みですよ。嘘よ、私嫌いよそういう話は。チャコちゃん、あなたがあんなに猛反対しなければ全パックファンに館長の何たるやを伝えることができましたのに、心の底から嫌そうな声出してさ。嫌なんだもの。そんなに私は下品ですかね。すね毛は汚らしいかね。え、拗ねてるや。すね毛は、すね毛は先々週ほら黒タイツ、はあ、あの黒タイツからの手紙だったんだよ。全身くまなくびっしりってな。ね、なんとか揃おうと、剃ってもダメだからなんとか剥がそうと思ってどっかから変な絆創膏買ってきちゃった人ですよ、でバリバリむしっちゃった人ですよ。痛そうな人ね。すね毛は痛そうな人が、先週はね、館長の手紙をくれたんだけど読まなかったんだよな、この世には目を背けたくなる下品で猥褻で不潔な出来事は限りなくあります、はい、だけどそこらに目をつむって美人麗子を並べ立てた綺麗事ばかり並べても真の人間の姿を描ききることはできませんってこう言ってんだ。だって綺麗事を並べ立てって言ってもにじみ出るこの悲しみとかね、そういうものが何もない。静かになそんなもの全然感じられませんね。感じられるってよ。そう、うん、影が、影がない、ね、私にはよ、なっちゃんにはないけど常が明るいからね。そうそう、ナチ様、チャー様、おばんでやす、初めての手紙です。はい、そちらの方は梅雨本場といったところでやんしょうね。こちらは梅雨明け宣言も出され、これから真に夏本場でございます。どっからかな、これどちら、どっからこれ、うん、あ、沖縄からですか。あ、じゃあ夏ですよ、もう沖縄の方ですね、夏といえば海、海といえば女性の水着と男性なら必然的に答えると思いやすが、いかがなものでしょうか、ナチ様。この季節、沖縄の各ビーチには色とりどりの水着の花が咲きます。うん、この頃もそうだろうね、そういえばさっき仕事で一緒だった松島みのりさんがね、うん、ちゃこ、松島みのり、袖のついた水着、今頃そんなこと言ってた。古いね。あったら教えて、なんて。なんか映画ボーイフレンドだね。大正年間って感じだね。でも袖のついた水着って好きよ、私2枚持ってるけど。ちゃこは古いね。そういう、どういうのよ、袖のついた水着って。レオタード、要するにレオタードみたいにこう、お袖がちゃんとついてる。ついてるの。そうよ。それであの下の方にまたスカートの短いようなのついてるんじゃない。スカートはついてなくてちゃんとだるまになってて。だるまになってるの。そうそう。あ、そう、うん、チャコは古いんだね。古くないわ、 2,3 年前に流行ったの、袖付き。あ、そういうのは、ええ、僕なんかやっぱりほとんどもう着るだけっていう、そういうのしかあんまり興味ないね。どうして、そんな袖なんかついてるような。嘘よ、隠してればこそまた。いや、隠してて欲しいよ。水玉なんかいいね。今日水玉の人着てるものね。水玉白と黒の水玉模様の人でね、水玉のビキニ、うん、そしたらお尻がなんて言ってくるの。ジンマシンみたいなワンピースだ。そう、ジンマシンみたいなワンピースの女の子なってたね。お尻が、なんちゅうことですよ、うちの娘は。まったく。お尻は。この季節、沖縄の各ビーチには色とりどりの水着の花が咲きやす、はい、水着の方も何年か前までは隠す部分の方が多かったのですが、近頃の水着のカットはますます大胆になって、大事なところをちょこっと覆うだけの水着にだんだん変わってまいりやす、はいはい、それはそれで結構、ナチ様のような中年男性には結構なことでございましょうが、小生のようなウブな若者にはちょいと度が過ぎて目の置き場に困ってしまいます。またの切れ上がった水着などはとても眩しくて、チャー様どうにかなりませんか。暗いんですよ、くたびれるよね、夏の海っていうのはね。だから目隠しして歩けばいいじゃん。そんなにいらないじゃないの。やっぱ見たいでしょ。見れば疲れるしね、目があっちこっち行っちゃうしさ、何年か前の肩の水着を着た可愛い子ちゃんが目の前に立ちはだかる時でさえ、小生のたくましい息子ちゃんは小生の意に反し頭をもたげてくるんでやすから。そう、チャー様はお笑いになられるかもしれませんが、男性の何は全く意に反した行動をするんでやすからね、ナチ様。どうしてそのことを私が笑わなくてはいけないの。チャー様、そうなると沈めようとすればするほど反抗期の悪ガキのようにますます生きり立ってくるんでやす。生きり立ちたいんですよ。え、生きり立ちたいんですよ。いや、やめた方がいいわよ、あんまり怒ると。この頃ね、怒れないのね。怒るとね、やっぱり良くないですよ。
いや、いいことですよ。そう、僕が怒れば、先様に喜ぶっていうぐらいで。あら、怒られ、怒るときにはしっかり怒んなきゃ、ビシッビシッと。怒られて喜ぶ人なんかいないわよ。私、怒られるの大嫌い。いや、生きり立つ。私、褒められるのが好きよ、どっちかって言って。生きり立つ、僕が生きり立つ、喜ぶ人いますよ。だから歌を習うときも。ええ、怒られる先生は絶対やね。そりゃそうですね。あなたの場合はね。褒めてくれるんですよ。そう、うん。でもね、なんかいつも優しくって困っちゃうんだよ。誰が？自分というものが。いいじゃない、優しい。優しいばかりじゃダメですよ。そう。全く手に負えなくなるんです、うん。手で触れようもんならもう大変で。そんな手で引っ張叩いたりしちゃいけないわね。まだ知りませんけどね。怒るときにね。いいですね。うん、手で触れようもんならもう大変です。怒って手で触れたって何にもならないっていう場合が。葵くんなんかもそろそろそうじゃない？何がそろそろなの？突然葵くん、葵くんかわいそうよ。葵くんそういう笑いは嫌なの。ジャリンコチェなの今は。何やそれ。二人の話題は。俺この間葵くん家行ったら驚いちゃった。風と木の歌って全部あったもんね。風と木の歌と、そうよ、風と木の歌とジャリンコチェなの。ジャリンコチェって何？読んだばっかりだけどね。あ、そういうやっぱり漫画の方。そうよ、驚いちゃった、うん、すごいなと思って、うん、風と木の歌、青井くん全巻揃ったらしいじゃない。立派な本棚に、うん、そう、うん、いつかやるんだもん青井くん。なんか立派な本棚にとそれしかないみたい。そんなことないけど。でもちゃ偉いね、フランス語日本語にできるんだもん。バラザの人はさ、日本語の芝居やってもフランス語みたい。どうもフランス語になっちゃう。許せないよそればっかり言わちゃこ。言っていいことといけないことがあるよ。あ、この頃はちゃんと日本語よ。初めの頃そうだったじゃない。よくないんだよ、そんなこと言っちゃ。でも、いっちゃが言ってた。ちゃんと最後まで見なくちゃ悪いよって。なんだよ、そら。私が途中で帰っちゃったから。そりゃ許せない。市村君怒るよ。うん、怒ってた。そうだろ、うん、一生懸命やってんだから。そういう言い方、どうも面白くないな、俺としてはな。一生懸命やってる。なんか面白みがない、その言い方には。一生懸命やってる熱意がある。あ、そう。もう市村君と飛ばわない、うん、俺。でも見たってちゃんと言っちゃうわ。当たり前だよ。熱気に打たれて。当たり前よ。感動してみて帰りましたよ。感動なんかしたかしら。なんて言い方をするんですか。それから彼は演技開眼したんだよ。あれからよ。どうか、どういう意味？市村君がね、劇団四季の芝居で少し出始めたの、そういえばね、うん、あれからだね。うちの芝居見てからだよ。日本語じゃない芝居見てから、うん、偶然かな。円卓の騎士だったね。そう、円卓の騎士を見に来たんだな。あの時みんな初舞台だものね。初舞台、そう、みんな生まれて初めて芝居やんだからね。それは無理ないよ。日本語だってフランス語になっちゃうよ、うん、それからしばらく経ってね、文芸座でアップルツリーやってる時にね、うん、市村君見に来たんだよな、うん、で、お、でね、階段上がってくんだよ、うん、おい、帰んのかって俺お前見に来たんだよ。弱気ね。よ、なんだよ、弱気ってな。そしたら、とんでもない、とんでもないですよ、今僕トイレです、トイレです、二度言われちゃって、うん、最後まで言って面白いって、うん、だってアップルツリーすごく良かったもん。小生まだまだ修行が足りませんので、夏様のように、筋肉を自分の意のままに強めたり弱めたりできるところまではだっと掘り上がん。お前皮肉言うなよ。え、俺はダメなんだもう。なぜ知らないよ、危険だよ。でも昔からねっちゃんってそういうふりしてそうじゃないって噂よ。どうしよう。こういうふり。みんなが安心するでしょ、そう言うと。そんなことありません。時々本当にダメなんだな。何を言ってんの、いやーね、なっちゃんって。俺、明治学院が羨ましいよ、元気そうな顔してて。ですから、コマネチ、コマネチ張りの体操着の股のところが切れ上がった水着とか、バストの横の膨らみが飛び出している水着とか、水に濡れると、ちょんと浮き出てくる水着などは、どれをとってもウブな小生を脳殺するに十分すぎる威力を発揮しやす。こういうこと書き連ねるだけでも何か気が収まるの？読むだけで俺汗かいちゃう、恥ずかしくて。ここで女性の方へ一句。うぶな兄ちゃん、殺すには刃物はいらぬ、どぎつい水着があればよい。お前字余りだよ。ほんと面白いかな、この手紙。全然私面白くない。そう。面白い？お互いさ、ねえ、同じようにギャラもらってやってんだからね。俺が一生懸命頑張ってる時、チャコもやっぱりさ、そこは面白くしなくちゃいけないんだよ。だって私はモニターなんだから。モニターかよ。こんなとこにモニター入れるなよ。面白く反応する。チャコモニターなの？そう、私のなっちゃんのモニターよ。だから私が面白い時はみんなも面白いのよ。じゃあこれ俺一人でやってるわけ。で、チョコがただモニターなの？そう、私モニターよ。あの、来週からギャラいりませんからね。謝礼でいいですから、この方は。私どうせ謝礼だもん、ずっと長い間。そのぐらいしかもらってないもんね。そう。ほんと？ほんとよ。知らないんだ。ね。
ほら。そんなに、ね、怒りますよ、あなたみんなが。その反面、あまりの竹橋さんに酔いしれたり、おう、我が息子よ、主人はアホなのに健全に育って、関心関心と考えにふけったりいたしやす、うん。泳いで後で上がろうとして、逆に海に入ってくる可愛い子ちゃんのビキニ姿を見て、海水の冷たさに頭を冷やされ、小指くらいに縮こまっていた息子ちゃんが、急にまた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 と頭をもたげてくるのを、監視あたりに感じ、慌てて海水に下半身を沈めたことが幾度あったことか。面白いそこ。若い人にはありますね。若いうちでしかないよ、こういうのはね。もうずっと小指くらい。こういうわけでやすから、女性に近づきにくくて困っておりやす。チャー様、はい、女性でも海パンだけで前を通る男性を眺めるときなどは、やはり、あそこら辺に視線が集中するもんでしょうね。嘘よ。どうですか、女性の場合は。寄せ来る波よ。寄せ来る波とヨットの白い方を見てますか。そう。そうですか。近くを通るとなぜかあそこら辺に女性の視線が集まってくるような感がありますが。意識かと。女性の考えすぎでしょうが。そんなことはないだろうね。女の子は特殊な人はともかくそれほどでもないと思いますね。むしろ目をそらすんじゃないかしら。いやー、そうとばかりも言いませんですよ、最近は。そう。割合熱心に見る方もいますよ。私そういえば長いこと海に行ってない。タコはもう何もそういうものないからね。何もないって世界にはね。タコの世界にそういうもの何もないからね。風と火の歌だもの。この後気になってるのはおしのちゃんだけど、どうするかね。どうしたの、おしのちゃん。おしののお便りやるかね。おしのちゃんが来てるの。いえ、来てませんって。今日はおしのちゃんじゃないんですよ。あ、他の人から。じゃあどうしましょうか。まずおしのちゃんからでもらいたいね。 あんまり長く喋ったから。はい、お知らせでございます。になっちゃった。お知らせです。それでは続けてお便りでございます。はい、先週から言ってるよね、そういうのあったよね。何なんでおしのばかりがそんなにモテるんだ、東京ばかりがなんでそんなにいいんだってのがあったけど、今週も来てますよ。全略、いや全く同感同感です。先週のパックで最初に読まれた小倉の帽子のご意見、はい、なして東京のもんばっかりが話題の中心になれると、地方のものにもスターへの道を、いやはや私が常日頃から考えていた、いやこの胸の内にうっせきしていたことを同じ九州弁でシャーッと代弁され、全く嬉しく思いました。はい。しかし別に私、この私がスターになりたいために今日お手紙を差し上げるのではございません。確かに報道機関は東京に集中し、おのずと記事内容も東京周辺近辺中心となることは仕方ありません。はい。またその上、東京は現代文化の中心地でもありますし、部分的に見れば東京も福岡も同じくローカルでありますが、全国的に見れば東京はローカルではなく東京は日本となるのです。このような意識が推しの様ブームを生ぜしめた原因の一つではないでしょうか。はい。でもいいでしょう、所詮仕方ありません。はい。しかし東京の方々、いや東京の大学生の皆さん、東京の大学生の皆さん、ここにいます。手を打ってる。みんなが一緒に手を振りました。ガラス箱の向こうから面白いことやってます。なぜか青い雲も手を打って。青い雲大学生ですか。うんだって。そうですよ。どこの、フランスの。フランスの大学ですよ。フランスの上智大学ですよ。あ、彼はキリスト教大学ですよ。ねえ、あ、そうだよ。俺なんかね、キリスト教大学の前を通ったね、あの井の頭公園へ行く道で、あ、ここで太宰治が受水したんだ、水へはまったんだ、ここでな、入ったんだなんて言いながら、あのキリスト教大学のね、綺麗なんだよね、麦畑のあのね、玉川の上水道をずーっと歩いて雑木林を歩いていくとね、こう麦畑がバー。テレビジョッキやってる時に一度ロケで行ったでしょ。行った。今いるよ、重信さんの母校だから ね、 そ、 ね、そして麦畑の向こうにね、キリスト教大学が見えるんだな。あんな学校で勉強してみてえな、俺国学院、まあ、しちゃったな。あそこ行ってみたいな、しゃれた大学だななんて思って見てたよ。あそこにいたんだね、葵くんはね。そうよ。あそこで学んでた。あ、違う、あそこは行かなかったのか ね、 ね、でもキリスト教大学だね。違うのかな。あの人分かんないんだ、いろんなとこにいたから。ちょっとだけいたん、はい、ええ、高校処分になったのね、すぐ。違うの、やめたの、自ら。役者になっちゃった。寄せばいいのにね。役者になっちゃった。翻訳家じゃないの。役者ですよ、葵くんが。役者やめるよね。やめないよ、翻訳家やめても役者やめない。曖昧なんだよ。はい。東大、ね、皆さん、あんた方はいい、ものすごくいい。なぜいいのか分かりますか。あんた方はポンジョに行こうと思えばすぐに行ける。東大の五月祭にもすぐに行ける。
その他雑誌によく出る女子大や有名私大の方々ともお話がその気になればできる、うん、あんた方は言うでしょう、いや大したことはないさ、同じ大学生なんだし同じ人間だからとんじょもぽんじょも福女も変わりはしないさと。ええ、しかしそこが決定的に違うんですよ。どういうふうに？確かにおっしゃる通りです。そしてこのように考えること自体、私がマスコミに毒され、今や完全に情報の受け手として操られていることに違いありません。でももうどうしようもないんです、知ってしまったことは。はい、しかしあんたら本当によかばい、よかばい、まるで芸能界にいるみたいです。東京にいる人は芸能界にいるみたいだ。東京全体がもう芸能界みたいだ。軽薄だね本当に、ね、東京ってね。浅はかだね。東京は芸能界なの。芸能界みたいだって。じゃあ悪魔の巣だ。私がね。悪魔の巣かね。違う、私があのほら、私の学校を出て、うん、上京するときに校長様がね、なんて言った、およしなさい悪魔の巣ですよ、うん、って言われた。すごいとこへ出てきちゃったんだ、チャコはね。東京は悪魔の巣よ、うん、大丈夫なのって、そんなとこ行ってやってく自信はあるの。そうよ、だから私言ったの、うん、いや私に自信はありません。うん、何がありますか。美貌がありますったら、ペトロでさ、サンド氏を裏切りましたからって。難しいこと言ったな、お前ちゃこは。ペトロでさえサンド氏を裏切りましたから、だからその真実は言えません、裏切りませんって言ったの。自分がどうなるかは分かりませんって言ったわけで、ちゃことしては。そう、その時にペトロが出てくる。ダメちゃこの学校ではね、やっぱりそれはミッションスクールだから。そう、ペトロが出ちゃうわけだよ。学校だけは選ぼうね。鶏が鳴くまでに3回裏切ったんですから。難しいこと言うなよおい。鶏が鳴くまでに3回裏切ったの。男は随分裏切ってるだね、チャコの子でね。私は大丈夫よ、そう言ったけども。そう言いながら裏切ってるよ。そうね、東京は毒だからね。悪魔の巣だそうだよ、チャコに言わせるとね、うん、思い起こせば、ああ私も芸能界へ行けばよかった。思い起こせば2年前、早稲田の合格電話がかかってきたとき、うん、よし、これで神宮で都の西北が歌えると意気揚々としていたのに、第一志望の国立合格とともに、親に負担かけても悪いし、福岡も結構いいところだし、まあいいんじゃないと思い、先に待ち構えている不幸も知らず簡単に飛び込んでしまいました。はい、福岡大学、福岡大学、福岡国立大学入っちゃったわけだよ、早稲田蹴っちゃったわけだよ。合格電話、誰でもかけてもらえるの、合格電話って。どうかな、そうなんですかね、うん、誰でもかけてもらえるの、あれは合格電話かけてもらえるの、合格しましたって。アルバイト学生が金をかけてもらってやってるわけだ、うん、じゃあ頼めば誰でもかけてくれる、合格した場合に限っては。いいね、押した場合じゃなきゃダメなの。そりゃそうだ、電話であなた不合格、落ちてもかけてくれる、うん、なんていうの、やっぱり桜落ちたとかいろいろ言うわけかね、これでね、うん、桜散るとかなんとか言ってくるのかね。電話とどっちがいいかね、見に行くのとね、うん、なんか電話ってのも嫌だね。怖いわね、リリンって音は。リリンになった音が。普通でも怖いものね。あとでそういうお便りがありますけどね、リリンとくればドキッっていう。親に負担かけても悪いし、福岡も結構いいところだしというわけで飛び込んでしまいました。はい。待ち構えているものはまずあの年の水不足でした。ああそんなんだ。そうそう、ひどい水不足があったね。ありました。水不足なら許せます。しかし夏休みに帰郷するために聞くこの会話。高校時代バスで1時間もかかって山間部から通学していた友人の T や F が、うん、彼らのことを私たち市内の者はどちらかといえば面白半分に、うん、また暇つぶしにからかっていたんですけど、街で出会った同級生の女の子に、彼女も東京の女子大に行ってるんですけど、あれバツバツさんじゃない、君どこに下宿してるの。私、うん、今中野に住んでるの。へー、じゃあ結構俺んちと近いんだね。丸丸君はどこ。俺四ツ谷、よく新宿飲みに行くんだよ。この前なんかさ、飲みすぎちゃって終電に間に合わなくなったもんだから、中野の友達ん家まで歩いてったんだ。そうそう、今度友達と飲むとき一緒にどう。そうか、芸能界のお話みたいに聞こえちゃうのね。どうだと中野だと。テレビや新聞で聞く地名や国鉄、私鉄、地下鉄の名前が次々にポンポン出てきて、話題についていけない。かわいそうに。ちゃんとでもね、うん、私も見ながら、お前もいつか遊びに来いよと私を見ながらこんなことを言うんです。はい、こんちくしょうと形式を持ち上がって、彼らはまさに芸能界なのです。悪いとこよ東京は。ふるさとでの会話パート2、小生帰郷して間もない頃、いつものように F から麻雀の誘いの電話、そしていつもの雀荘へ行きました。あいにく着ていく服が洗濯のためなかったので、親父のダボーっとしたズボンにヨレヨレのポロシャツ、まああいつらと麻雀するんだし気にすることはないさと、ミスター中年といった格好で
伊藤さんを 3,4 枚片手に握りしめて雀荘へ入っていきました。はいはい。メンツは他に早稲田に行ってる S と東京の予備校へ通っていた I、うん、彼らは一応に決めてやってきました。はい。それなのに F 曰く、でもこんな格好じゃ原宿は歩けねえな。そんなこと言ってしまうの、かっこすぎるんだよね。私内心ではどんな格好でだって歩けちゃうわよ原宿は。そういう原宿なんかね。どんな格好だって大丈夫。全然気にもならない。そう、気にしないで何でもいいっていうのが原宿だからね。うん、ですよ。私内心では服装でしか自己を表現できないやつなんかかわいそうだわいと思いながらも、うん、いざ原宿という言葉が出てくるともうダメでした。そんなに東京では着るものに気を使うのと尋ねると、うん、そうでもないけどさと部外者お断りという感じで、あ、それ当たりと来ました。ここに私再び芸能界の壁を感じたのでした。はい。この会話が私の東京への憧れいや現状に対する開墾を決定的にしました。うん、東京で予備校へ通っている愛との会話、ちなみに愛は二浪してもどうしても早稲田に行くのだと言って今年は1週間すなわち整形から教育まで全て受験したとのことでした。はい。おいて東京、愛が女の子に声をかけた時のことです。はい。彼は浪人生としての素性を隠すため某大学生と言ったそうです。すると女の子、すいません、私早稲田のファンなの。たとえこれが遠回しにしてかつ確実な否定の表現だとしても早稲田ファンという言葉の出てくるあたり、もういいんだな、間違っても博多の街で私旧大ファンなのと言ってくれる女の子なんかいませんよ。ファンがいるところが芸能界と言われるゆえであります。また男性週刊誌を開いても登場するのは東京の大学ばっかし。私の友人で今度東京へ遊びに行くやつなんか、俺友達に頼んでトンジョポンジョ津田学習院実践精神フェリスの見てくんだぜ。そうすれば草そこに女子大の姉ちゃんを見ることができようもん。姉ちゃんっていうの。そうすれば草そこに女子大の姉ちゃんを見ることができようもん。うん。野沢様、白石様、はい、一体大学があって人間ができるのでしょうか、それとも人間が集まって大学ができるのでありましょうか。難しい。そんな難しい問いかけをされて、難しい問いかけになっちゃったね。大学は勉強するとこよね。確かにそれぞれの大学には校風というものがあります。はい。しかし外見上ごくごく普通の女の子でもトンジョと言われるだけで輝いて見えるのはどうしてでしょうか。そんなことはないんだよ。それはそんなことないの。ねえ。そう思っちゃうのよ、見る方が。トンジョってそんな輝いて見える学校なの？いや、知らないけどね。あんまり見たことないけども。なんかトンって言うとトンカツみたいな。当人も確かにね、自分に自信を持ってるからね。あ、自信を持ってると本当に美しく見えるよね。キャーッと光る場合があんだよね。だから私も自信を持つように努力してるんだけど、難しいわね。中身との関係もあるからね。難しいけれどもね。まあ一番困るのはね、輝いて見えそうで中身がないって一番困るから。はい。うん、ただまあ輝いて見えちゃうっていう、あんまりひがみを持つのはよくないね。そうね。輝いて見えるのはどうしてでしょうか。私たち東京外の学生のコンプレックスでしょうか。私はここにもお篠様ブームの要因がある気がいたします。論旨の一貫性に欠けた文章を長々と書き記しましたが、私が思っていることの一部なりともご理解いただけましたら幸いです。ご理解どころか全部ご理解できますよ。いいじゃないの東京。東京良くないね、軽薄だね、非常にね。でも私は東京が好きよ。いや、それ好きだけどさ、うん、俺も東京以外はちょっと考えられないけどね。うん、東京子でも、うん、なっちゃんの場合はね、もう生まれついてから東京しか知らないからね。だから子供の時はね、寂しかったんだよね。ふるさとがな、夏休みになるとさ、みんな何山行くとかね、どっか行くわけ。おじいちゃんの秩父におじいちゃんがいますとかね、それから九州の方におばあちゃんがいるから行くんだとか、みんな夏遊び行くんだよね。俺行くとこないんだよ。ね、ちょうど俺で3代目だからさ、東京の江戸っ子ってなっちゃうんだよね。どこも行くとこないの。せいぜい行けたのが新小岩。新小岩におばさんがいたのね。新小岩へエビガニ取りに行った、うん、そのぐらいなんだよね。あとは行くとこなくて寂しかったな。今でも寂しいと思う時ありますよ。はい、お知らせです。はい、情報センターがどっか行っちゃったわ。白石さん、ふみさん、どうぞ。今週のお題は、あれ、どっか行っちゃった。白石さん、どうぞ。
モニターですから、ちゃんとやっぱり今週のお題はモニターだって受けるだけですよ。受けるだけじゃないと、先週のお題はどうなってるかってよく覚えてて、ね、我々働く者に教えるのがモニターでしょ。働く、私この番組の促進を、え、働いてるってモニターが知らないんだよ。お題を困っちゃったな。来週のお題拝借。あれ、どこ行っちゃったんだよ、はい、本当に。どこ行っちゃったんじゃない、どこも行かないでお題なんか。早く読んでください。え、来週のお題はですね、あいつに気をつけろよ。やっと見つけて、人の手紙にすがって生きてるね。そうや、私は皆さんの手紙におすがりして、皆様の手紙支えられてやってるんですもの。つまり余ったれんじゃないよ。なち様、ふみ様、こんばんは。はい、毎週楽しく聞いています。え、ほんと金箔を聞き始めて、この子疑うなよ、俺がにくくなるから。それ楽しい時もありゃ、ええ、今日みたいにあんまり楽しくない時もあらね。今日も楽しいはずよ、私楽しいもの。さっきなんつったよ。さっきの手紙はそうでもなかったの。ちょっと前は面白かった、福岡は。やりにくいな、ほんとにね。夏様、冬美様、こんばんは、ええ、毎週楽しく聞いています。はい、キンパを聞き始めて5年くらいになりますが、初めてお便りします。多分、いえいえ、きっとボツになると思いますが、書きます。ええ、うちには私以外誰もいない日の夕方、はい、一人寂しく雑誌を読んでいたのです。はいはい、結婚しただの、離婚しただの、うん、浮気しただの、ええ、まあくだらない内容の、よくもまあこんな内容で雑誌とはいえ一冊の本になってしまうとは、世の中暇な人が多いんだな。こんなものを買って、うん、私も買ったんですが、ボソボソ独り言を言っていたのです。突然電話のベルが鳴ったのです。誰も出てくれる人がいないので、誰からかななどと思いつつ出ました。はい、まるまるです。あ、今僕横浜から電話してるんですけど、うん、名前は矢部と言います。全然知らない人。はい、何でしょうかと私、はい、今電話帳でパッと調べて電話したんです。それでですね、電話を通していろんなお話をお聞きしたいんですけど、テレフォンデートっていうの知ってますか。こういうのが分かってきたんだよ。こういうのが時々いるんだよ、この頃。テレフォンデートっていうの知ってますか。そのテレフォンデートというのをやってください。はい、と、なんかわけのわからぬ話。はい、大学のクラブかなんかでアンケートでも取るためのものなのかな。テレフォンデートなんていう可愛らしい名前だから、きっと。デートは1ヶ月に何回くらいしますか。主にどんなところに行きますか。ラジオ番組みたいな題ね、テレフォンデートの。そう、あったね。そんな番組がありそうですよ、ね、なんてことを聞かれるのかなと思っていたのです、すると質問してきたのです。はい、夏様、冬美様、うん、なんて質問してきたと思います。あなたのお名前は。私、恥ずかしくて書けません。書けない、名前を。でも書きます。何よ、恥ずかしくても書きます。書いて。あなた、おならは週何回しますか。こういうばっかなこと。ロマンチックじゃないデートね。こういうの聞いてくるんですよ。それは、あれは大切なものよ、生きていく上でね。チョコは出ないでしょ、セムナ。私は出ません。そんなしないでしょ。しない。みんな食べちゃうんでしょ。食べないわよ、なんでも。ただこんなに膨らんじゃって。でもしません。でもしません。はい、場所はどんなところでするんでしょうかね。とまあこんな質問、私はもうびっくり。はい、え、なんでそんなこと聞くんですか。そんなことを聞くための電話なんですかと私。ええ、まあそんなことはいいじゃありませんか。うん、教えてくださいよと矢部、うん、私ときたら、なんでそんなこと聞くんですかと旧館長のように繰り返し言うのが精一杯。それでも矢部は聞いてくるんです。とうとう私、切りますからねと言いました。すると、切ったっていいですよ。今もうあなたのうちの電話番号を控えちゃったから、うん、何度でもかけ直しますよ。そういうのはもう脅迫よね。でもこの電話で答えてくれればもう二度とかけないから。変な人ね、お願いしますよと脅かすんです。はい、挙句の果てに、あなたはもう処女じゃないでしょう、うん、こんなことを言うんです。いたずらではね。私こんなこと言われて頭がカーッとなってしまって、またかけるならどうぞ出ませんからと言って切りました。はいはい、偉い。こんなこと初めてでどうしていいか分かんなくて、とりあえず友達の Y さんのところへ電話して、さっきの電話の内容を話しました。 Y さんもびっくりしていました。
そしてあまり考えない方がいいよと慰めてくれて、ようやく気持ちが落ち着きました。その後は何もありませんでしたが、 2,3 時間は電話のベルが鳴るたんびにドキッドキッとしました。ねえ、でも冬美様、はい、女の子の気持ちなんて不思議ですね、うん、4,5 日経つと、ああまたあの男から電話かかってこないかしら、ほらダメよそんなこと言ってなんて思うようになったのです。いい気にさせる、もう絶対いたずら電話って嫌いやったし、うん、もちろん声が聞きたくてテレフォンデートがしたいからなんかじゃありません。あの時言えなかったことを言って罵ってやりたかったからです。とか仕返しをしたいのね、悔しくなってきたのね。女の人ってのはついこういう時に慌てふためちゃうからね、言うことも言えないで切ったんだね。慌てふためくのが喜んでんだ、喜ばせちゃうのね。後が悔しいんですよ。月日は流れ、私の生活も元に戻り、あの男のことも忘れてしまいました。そして1ヶ月半後のある日曜日、家族の人たちが買い物に出かけて、私一人で家にいたんです、のけぞって、右手にはコーラとジュース、左にはカップラーメンとおせんべいとキャンディーを。すごいですね。あなたも、むしゃむしゃと食べながらテレビを見ていたんです、はい、すると電話のベルがリンリン、はい、〇〇ですと出ました。あ、今僕横浜から電話している矢部と言いますですって。でも名前を名乗ってくるところがね、ちょっと微笑ましいのね。矢部はすごいね。またあんたなのと私、うん、え、何ですかとこの男、あれこの前の男じゃないのかな、兄さんの友達かなと思って、あのごめんなさい、あの何ですかと私、テレフォンデートって知ってますか。電話でいろいろお話ししたいんです。同じ人じゃないよ、やってくれますか。同じなんだよ、前回と同じことを言ってくるんです、あの男だったんです、あんたもしつこいわねと言うと、答えてくれますか、お願いしますと、やべ、いいえと言って思いっきり電話を切ってやりました。やっと忘れたのにまた思い出させてくれて、私こういう男がこの世に存在するのかと思うだけで腹が立ってしょうがないんです、しばらくの間は街で見る男がみんなあの男とダブって見えてしまって、いやーって感じてました、はい、この話を友達のエッチさんに話すと、今度またそんな電話があったらこっちから、あなたは週に何回ぐらいするのと、あんた童貞って言ってないって言われました。でも私もしまたかかってきてもこんなことは言えません、恥ずかしくって、ところで今週のお題はあいつに気をつけろとか、私にとって、いえ日本中の女性にとって気をつけるあいつとはこのような男のことを言うと思うのです。電話で顔が見えないだけに余計ムカムカします。もうすぐ録音してパッとスイッチ入れて、でも警察に電話するのね。そうね、私はそうしますよ。あれを電話すると何かいいことになりますか。調べてくれるでしょ。それは必要だな、あれ証拠になる、ね、よくやってるのはいるけれども、あれは絶対にいかんよ、本当にね。相手なんかも、あのね、俺はね、たまたまね、あのそれはあの関係ないですけどもね、人のうちにいたらかかってきたんですよ、そういうのがね。誰のうちにいたの。俺出ちゃった、またすぐそういう先生とかって。やばいじゃない。あの手見て、葵さん、葵くん、なんて言ってやってるんですか。今の手向こうから、こんなこと言って本気の多いんですよ。ね、出ちゃった俺。そう、そしたらなんか卑猥なことを言うんだよね、俺しばらく聞いてたよ、バカだなと思って、それでお前もう暇だなしばらくして言ったの、パチャって切っちゃったけどね、入らない、よくないよ、絶対よくないわね、あれはやめよ、楽しいはずないじゃない、する方も、いやそれは知りませんけど、ね、楽しいのかもしれませんけども、楽しいはずないわよ、後で自分が嫌になるに決まってる、見上げた遊びじゃないって、あれはね、あれやめたわいね、の笑っていただきたいと思います、はい、11日金曜日の6時半12日土曜日2時6時半、13日の日曜日が2時、ね、会場は30分前、はい、入場料はまあいいんですか、あの研究室の発表会で無料でございます。場所なんですけど、バラザはなんかこのとこ芝居やらねえで、ね、やることでもんだから研究室の発表会やってるからって悪口言われちゃったんですけど、劇団バラザのアトリエです。だから劇団バラザの方にお越しいただきたいと思います、はい、電話だけ一つ、電話番号はですね、はい、で東京03-379-5203、東京03-379-5203でございます、はい、実はですね、あのお席に限りがありますので、あの前日にあの指定していただきたいと思います、お電話で申し込んでください、前日ではちょっといや間に合わないかもしれません、なるべくお早めに、前日までにということですね、あ、そうですね、明日見ますってこと、当日はちょっと、ね、ちょっと無理になっちゃいますので、演出は鈴木清信さん、はい、はい、そして出演はですね、
戸田恵子さん、そして菅谷勇さん、須藤和文さん、いろいろ出ております。その他研究生が推薦でございます、はい、研究生ばっかりでございます、はい、どうぞお楽しみ、水族館で、はい、お暇がありましたら、まあ、ちょっと覗いてやってください。それからバニキーズの当選、それでは続けてお題拝借でございます。今週のお題はあいつに気をつけろ。そうです、どんなやつに気をつけるか。痴漢ほんといけないよね。痴漢もいけないけど、テレフォンなんとかってほんとにね、あれはなんか暗いもんね。暗いから、あの、どうせだったらほら、うん、恋してしまいそうだから、あいつに気をつけろとかって、うん、そういうのはないの？そういう手紙ですか？まあ、だんだんいろんな出てきますけれどもね。はい、俺ね、でもね、間違い電話って時々かかってくる時あるじゃない。あれ割合好きなんだよね。誰かが間違えてかけてしまったりなんかして。で、そういう時に、あ、いやー、お元気ですか？あなたの仕事は何ですか？とか、いろいろ話したいと思うんだけども、大概不愛想ね。向こうからかかってきた場合、向こうから間違ってかかってきた場合でも俺すぐ切りたくないのね。んなんか引き止めちゃったりするわけ。あの電話違いますけど、不思議な人ね。お暇ですかと、ね、誰にでも丁寧だものね。面白いじゃなくて、知らない人と話すんの、いろいろ。そんなことじゃんじゃ電話かかるわよ、明日。そんなことないです。あ、そうやって大丈夫だわ。そんなことないです。知ってる方はいいですけどね。で、逆に今度俺の方が間違い電話かかってんだ。あ、どうもすいません、間違えて書いちゃったも、どうも申し訳ございませんでしたって時に一言ね、ガチャンって切らないでほしいのね。一言、うん、なんか言ってほしいなと思う、悪いなって謝るからこっちも、それから向こうも、そそかしいわね、あんたもねとか冗談の一つぐらい言ってくれるとほっと息が抜けるのね。その時にバシャって切られて、なんか面白みってものが人間ないなって、こういう感じなんですね。あ、すいません、間違えましたって言うと大抵いいえって言うわよ。子供だと思うのね、向こうの人は。あ、チャコの場合はね。許してくれちゃうわけだ。そういいね、チョコの場合はね。子供だと思うわけだ。待って、やるんだろ、それは。あ、間違えました。わざと。そんなことない。あ、どうもすいません、間違え、いいのよ、なんて。これおかしいね。俺も今度やってみようかな。どういう、あ、間違えました、バカ。本当にね、そう、男はできませんよ、それは。前略、ナチ様、チョコ様、こんばんは。そういう電話いいけど、はい、あの変な電話をしましょう。鉛筆書きで失礼いたします。はい、私、これが二度目のお便りでございますが、一度目のものはあまりに惨めなので覚えていらっしゃらないと思いますし、またその方が幸せなのでございます。どんな惨めなお手紙だったのかしら。この字は覚えがあるんです、僕はね。綺麗な字ですね。大変素敵な字でね、鉛筆ですすると水くきも麗しくと、こういう感じで書いてあるんですけどもね、女学生の方ですね。はい、女学生だ。古いわね、言い方が。なんて言うのよ、それじゃ。でも女子学生でしょ。似たようなもんじゃねえよ。青い山脈ね。女学生なんか女学生って言うとすごく、こう、言葉がね。そうそう、私女学生。女学生。漂うものが、いい雰囲気のものがあるね。俺、あの歌が好きなんだよ。どの歌？今日かけて絶対になんとかしてかけたいな。どの歌？え、あの、湖をほら、ボートで泳ぐ。泳ぐじゃないな、ボートで。そんな歌ある？湖をボート。真っ白き富士のね。真っ白き富士のね。どこがいい？あ、歌ってあげるから我慢して。真っ白き富士。ダメ。コスモスに君とにしましょう、かけるよ。どうして戸田恵子になっちゃう。真っ白き富士のね。あれを聞くとね、なんか女学生がバーって見えてくるわけ。で、恐ろしいって感じになるわけだからね、実際には。女学生は僕はダメなんだけれども。どうして真っ白き富士の音は女学生じゃないでしょ、沈んじゃった人。沈んじゃったのは違うけれども、あの沈んだ少年たちを悼んで歌ってるのが女学生じゃないですか。そういえばカンカンもね。カンカンって全部話が違うよ。ほら、向こうに天国に行っちゃったじゃない。どうも日本はあのパンダだけはうまく育てられませんね。ねえ、かわいそうだったわね。それでどうしたの、そのお便り。どうしてだって軽薄に変われるの、話題が。私、チャンネルはね、すぐ変えることができるの。だってこんな世の中チャンネルでも変えなくちゃ。とてもやっていけないもんね。本当にね。東京物は軽薄よ。あら、私軽薄じゃないわよ。誰が？そう？相当軽薄ね。そう？そう思ってるんじゃ。さて、突然本題に入らせていただきます。はい。今週のお題、あいつに気をつけろとか、うまくそれに当てはまるかどうか心配なのですけれども、何か私にも欠けそうな気がいたしましたので、ちょいとお仲間に入れていただきたいのです。どうぞ。本当にかけてくれる？ダメ、真っ白き富士のね。真っ白き富士の。コスモスに君と。女学生の合唱で。その次にコスモスと君と。ダメよ、ね。ちゃんと決まってんだもの、曲は。じゃあコスモスと君とが先で。フレンザーゲームよ、次。今探してます。真っ白き富士のね。真っ白き。コスモスと君と。なんだかよくわかりませんけれどもね。今、私、18歳。高校3年生。はい。そして受験予定者。ね、私は普通科に在学中なので、まあとにかくうるさいと言いますか、しつこく毎日しごかれております。ちょっと見ると本当に、まあこの人生きてるのかしらと思われるほど、
勉強以外に無気力な人もいますが、田舎ではあり、またほとんどの人が人間性を保持しているようでございます。はい、しかし私は学業に関することは今は全く申し上げるつもりはございませんの。もう一度申し上げますが、私たちは今18歳、または17歳、すなわち若さにあふれ、そのエネルギーが黙々と湯気を立てているような時代なのでございます。18にもいろいろありますね。黙々と湯気が立っているのと、少しもう疲れちゃったっていうのと、18でもすでに先日レクの時間と言ってもお別れいただけたら、いただけるでしょうか。レクリエーション、なんだかわかんないですよ、レクの時間、レクリエーション、レクリエーションの時間に私たちのクラスではソフトボールをいたしましたの。はい、私たちのクラスは男女混成ではありますが、女子がとても少なくて、したがって男女別々にそれぞれのスポーツをというわけにはいきませんので、男女入り混じってすることになったのです。心配していた雨もなんとか上がり、それぞれ体操服に着替えて私たちはグランドへ出ました。はい、チャコ様、ピッチってお別れになるかしら。ピッチは知らない。私たちね、ブルマーだった。ブルマーもね、すっごい裾の広いブルマーでね、だからスカートぐらいあって裾がつぶまってるからね、パッて広げる、風船みたいにパッてなってね、かぼちゃの提灯みたいな、かっこいいブルマーだったよ。そうです、スカートみたいにパッとなの、広いの、ひだがいっぱい畳んであって、はあ、パーッて広がるわけ。広がらない、あの裾がつぶまってるから。そうですか、うん、途中は広がる、途中が広がるわけ。すごいね、なんかね、想像するだけでなんかだるまさん転んだ、だるまさん転んだって、そういう感じになって、小学生がキャッキャッと走り回るわけだ、だるまさん転んだみたいな格好で、そう、だるまさん転んだけど、けどそうね、こちらではピッチというらしいんですね。それがそのピッチ、チャコ様、ピッチってお別れになるかしら。ブルマーは、もう夏ですから、体操服に男女とも夏用のものになりますわね。女子は下がピッチなのでございます。はい、ピチッとしてるのね。そうね、きっとさ、男の場合あれはパッチというんだよね、ピッチもピッチもパッチも似てますね。ピッチとはブルマーがピタッと体についたものを申しましょうか。とにかくいわゆる提灯型ではないのです。はい、もっとも最近は提灯型はほとんどないのではないかと思いますが、とにかく足は太ももも何もかもあらわになるのです。はい、このことをちゃんと考慮していた女子生徒はしっかり冬用のトレパンを持ってきていましたが、そうでなかった人も数名いて、私もしっかりその中の一人でしたが、彼女らはその客船美を男子生徒のチラチラと投げる視線の前にさらすことになってしまったのでございます。ピッチよペッチ、パチッとしてね。そうですね、客船日でいいでしょうね。私たち女の子ばっかりだったから、そういうことはなかったね。さらそうとかさらさないとか。あ、もうみんなね、さらしたってしょうがない。仲間同士ばっかりだから。ね、今さら、なもうしょうがない。もう触れるだけ触れて、その日だを畳んであるのよ。アイロンかけて。うん、前の晩は。でもアイロンにバーッと触れちゃうんだ。椅子の下に引いてあるのよ。ああ、なるほど。教室の。ちゃんとひだになってこう畳まれてるわけ。そう、履いて走ったりするとブワーッて くらまないってな。くらまないの。そう、ね、でもそれは男子生徒とて同じ、はい、彼らも夏はきっちり短パン、パンチラ危険度から言うとこちらの方がより大と申せましょう。しかし不思議なことに男子生徒の中にも長い冬用トレパンの人がいるのでございます。はい、ねえ夏様、男性も立派な毛爪やまたはカモシカのような聖堂の足を女性に見せるのは恥ずかしいと思うものなのでございますか。それはね、あなたのように聖堂のようなら誰も恥ずかしいと思いませんよ。じゃあ私のように、例えば私のようにですよ、曲がってると足、曲がっているとかですよ、これは鉄パイプのようなとか、そういうんじゃやっぱり ね、タイツが、でもお芝居やる人なんかやっぱりタイツが似合わなくちゃ困ったりするから、困ったりしますから ね、まあうちの劇団の場合は非常に鍛えておりますが、そういう足の線を気をつけろって、ローラーかけてるの、ローラーかけてる。しかし聖堂のような少年のような最足なら出してもいいでしょうけどね、僕らの足は出せません。僕なんかとても足なんか出せませんでした。恥ずかしくてね、もやしのような足でしたからね。聖堂の足を女性に見せるのは恥ずかしいと思うものなんで。六助さんって足綺麗なのよね。これ不思議なんだよ、こういうのに合わずね。悪いわ、そんなこと言って。いいじゃない。顔だっていい顔よ。それ見ようによりますけど。曲線美なんだよね。曲線美なんだよね。A さんっていうのはどうやか綺麗ないい足してるんですよ。ヒップもすごくいいんですよ。あれはお風呂入ればいいんですよね、あれで。え？あれお風呂入ればいいんですよ、あの方。あの方も入りませんからね。半月から一月は。本当？なっちゃんだってじゃない。いや、私もひどいんですけど、A さんは僕に輪をかけてますからね。
だって足は本当綺麗ね、A さんとのね、うん、ヒップもこうかっこいいして、不思議なもんですね。誰か人間取り柄はどっかあるもんですよ、うん、他の方はどうか分かりませんけど、私はそんなに隠すほどのこともないのではないかと思うのですが、うん、そうね、あなたは自信があるから、うん、出せますですよ、それねえ、聖堂のような足はカモシカのような、さて、そのような状況で始まった僕なんか鎖骨なんかも出るの恥ずかしかったね、子供の頃浮いて。ああ、やっぱりガリガリだったの？ガリガリだった、やっぱりね、細くて。先週の手紙にあったですね、なんか繊細な鎖骨が見えると私ゾクッとしますなんてあったけど、だったら出すんだったなと思いますけどね、今。繊細すぎる鎖骨は。鎖骨は鎖骨ものあんまりとピンときませんけどねさて、そのような状況で始まったゲームは当然彼らや彼女たちを持続的な興奮状態に置くことな、となったわけでございます、男子生徒には一丁前に、僕女性には甘いんだなどとのとまいながら、ピッチャーになった女子生徒の投げる球はストライクしかカウントを取らない審判まで出る始末、私といたしましては生実家な紳士気取りよりは男らしく公正にしてくれた方がずっといいと思ったのですけれども、これも若気の至りというものでございましょう。でもやはりハイティーンともなれば、男と女の運動能力というものは激しく差がつくものでございますわね。彼ら野郎どもは私の投げ込む低いボール球を見事にすくい上げて、そしてその筋肉波打つ足で見事にランニングをホームランにしてしまうのでございます。バットは重くてまともに振れないし、フライは取れてもゴロはすっぽ抜け、運よく掴んでも、さてどの塁に投げてよいのかわからない。一二の例外的に強靭な人を除いて、私を筆頭に多くの女子生徒はまさに花を添えるだけと、まあこのようなありさまでございました。乱れてやるね、楽しそうね。本当に私は男に生まれてくればよかったとその時真剣に思いました、とにかくこのレクの時間は私たちにとって大変スリリングな時間であったことは間違いございませんわ。男女ともその今を盛りと燃えているエネルギーを多少とも発散させ、限りない好奇心を幾分満足させることができたのではないかと思います、私は美しいもの、魅力的なものははっきりと申し上げる主義ですので、はばかりなく断言いたしますが、このぐらいの年の女の子の体というものはほとんど成人と変わりないところまで美しく発育しておりますのよ。そういう話ですか、これは。むっちりと肉のついた肩や胸、そして太もものあたりは同性の私から見ましても、もう縁なる大人の女性のボディーラインを描いているのでございます、いえむしろ無駄な脂肪が少なくて、しなやかさの点では最高に美しい時と言えると思いますわ。そうね、綺麗ですよね。そうですかね、僕はあまり。そう、綺麗よ感心しませんですね。そうかしらね、チョコのような乱熟しきった方がいいような気がしますね。そんなことない、私の15の時なんてもうスラーっとしてカモシカのようでした。会いたくもありませんね私の場合は。そうですかねはい。それだけ官能的な魅力には欠けるでしょうが、生命力の輝きというものが肌の色を違えて見せているのでございます。それはあるね、若いからね、きっとね、スカッとしているでしょうね、ピチピチしてね。生命力の輝きということでは、男の子にも劣らず美しいものがありますことよ、先にも述べましたように、この頃になるともうすっかりたくましい太い毛が、お足にニョキニョキ生えていらして、あんなもんがいいですかね、あんなものが、それが見事に一本残らずカールしている様は、世の女性の多くが言われるように気持ちの悪いものでは決してなく。そう？いや私は知りませんよ、そうって言われたって、この女子学生さんが言ってるんですから、むしろ私は高い芸術作品に接した時のような深い感銘を覚えるのでございます。私そんな、うちがいてみよ今夜、でも芸術作品だ、岡村芸術だってねえ、そんなに深く興味を持ったことないからな。じゃあこの場合は、また少年のように浅黒く金色に産毛の光るようなしなやかな足も、まことに趣深いものがございます。足だけでなく体中至る所にしっかと盛り上がっている筋肉で彫られる彫刻は、それはいいよな、筋肉がしっかりと盛り上がっていれば、筋肉がな、古代ギリシャの人々が人体の美に対してあるほどまでに浸水したのも、さもあらんと納得させる迫力が確かにあるように思われますの、お二人には
私がこのように高度な陶酔の境地でボールを投げ、ピッチャー返しを避け、三塁ランナーを全く顧みず、一塁にとんでもない悪送球を放っていたことなど、到底お分かりいただけないとは思いますけど、はい、古典の時間に源氏物語を読むとき以外、ほとんどの満蓄な時間を過ごすことのない受験を控えた一女子学生の内面をお話ししたく、シャープペンシルを取った次第でございます。はい、かわいいね。ね。そうですよね。やっぱりここにエロスがあるわけよね。女子学生のね、口にはしないけれども、心の中でいろいろ思い描いてる夢というものがあるわけだ。はい、ね、いいね。そうね。うん、そういう夢の対象になれるっていう意味でやっぱり少年時代ってのは素晴らしいね。少年俺にはもうないんだね、そういう時代は二度と来ないんだもんね。世代だって二度と来ない、この一瞬は。世代だって俺だけじゃない。そういうね、素晴らしい、こう産毛のような少女の、産毛のような夢の対象になれないんだもんね。あそこにいるもう明治学院だってすでになれないんだよ。残念だね、かわいそうだね。少年って感じじゃないわね。もうすでにね、産毛は見たくないって感じがあるもんね。残念だね。でも私、いや何ですか、あんまり好きじゃないのね。さ、趣味の問題はいろいろあります。個人的な趣味の問題はいろいろあるけれども、もしかしてお題のあいつに一番的確なのは私自身なのかもしれませんわね。そう、あいつに気をつけろ、今あなたの中にあるそういうエロスに気をつけろ。でもそれをね、そのまま素直に育ててよ、うん、それを変に歪めないで、そう、そのまま大胆に育ててください。さて、では梅雨の蒸し暑さの折、お二人ともくれぐれもお体ご自愛くださいますように、ええ、かしこ。本当に大胆にそのね、こういう夢を育ててほしいですね、はい、口には出さねど表には出さねど、そしてある日素敵な男の子が見つかった時にはもうそれを大胆にドワーッと向かってってほしいね。そしてあの少女時代夢に見た幻想に多分破られることになるんだけどね。富士山のふもとに合宿に行ってきました。ほうき星の怠け猫さん、真っ白き富士の音がかかるようです。やすこさん、そして中央大富豪のお手伝いさん、まあ懐かしい。俺これ聞いただけで涙出てきちゃうんだよ。本当なんだ、この歌弱いんだ。では静かに聞きましょう。リフレインでお送りしております。リプライズ。少女合唱団、未だにやれますね、あなたの場合はね。それで間違い電話を許されるわけですね。ネス様、ジャコ様、おはようございます。おはようございます。初夏の香りに漂う今日この頃、ご機嫌いかがでらっしゃいますか。ご機嫌はとっても麗しいわよ。あらようございますね、仕事も多くって。仕事はまあまあですけど、声を耐えてございますけれども、仕事が多いって言わないとなっちゃん心配するからね。そう、うん、僕も元気で仕事をしてくれてると僕も元気で毎日送ってられるからね。そう、うん、時々事務所へ電話して、青鬼プロへ、チャコは仕事忙しいですか。嘘ばっかり、一度だってそんなことないじゃない。何も知らないのよ。嘘ばっかり。今年もまた暑さ厳しき夏がやってまいりますね。夏といえば夏休み、そうです。夏休みを楽しみにしているのはパックメイトである中高予備大学生の諸君ばかりではないのです。はい、あのガキども、いや、いい子のお友達も夏休みを首を長くして待っているのでございます。そして私の去年の出来事、去年の、その前に夏様、茶子様にお目にかかる、いや、お嫁にかかるのは初めての私、高崎のテルと申します。高崎のテルでございます、はい、中学2年生より青春の日々を深夜放送で費やした女。高崎前高高高のあの華麗なる戦いをお友達になりたいわーと指をくわえて見ていた女、テルにございます。はい、古い方でございますね、あなたの場合はね。前とかとかとか随分古いんですよ、もう手紙としては。 その頃にお友達になりたいわーと見てたっていうことは相当ね、なん振り返ってみると学生生活は本当に懐かしいものでございます。その私もやがて大学を卒業し、こともあろうに大それた考えを起こし、各局のアナウンサーの試験を受けたのでございます。いいところまでは行くのですが、カメラテストで全部ダメ。ああ、カメラテストでね。まあそんなことはどうでもいいのですが、はい、そしてどうにか某局のアルバイトとして入り、うん、その後ほんの少しばかりのお仕事をやりました。はい、というよりもほんの少ししかお仕事がなかったのでございます。そして忘れられない去年の夏、題して売れないタレント奮戦記子供小編、うん、7月某日、あるデパートの屋上、
私は久しぶりのお仕事と初体験の子供ショーで大変神経が高ぶっておりました。あ、そういう仕事が来るのね。来るの、ちゃこなんか今の言い方、そういう仕事が来るのね。あ、私そんなにやったことないもの。今度やるけど武道館で。あ、今でもやってますか、やっぱり変わらず。え、子供ショーの司会は、子供ショーのショーの方に出る方には出たことあるけど、司会はあ、ない。ショーの方に出る方は出た。だからアニメのショー。あ、アニメのショーとかね、うん。司会なんかやったことないでしょ。あんまりないですね、司会。僕なんか昔やりましたね。これの苦しい時代。司会はやったことないわよ。司会下手だから私。その日は絶好の子供ショー日和。スタッフの皆様は、いやー今日も暑くなりそうですねと人の気も知らないで大張り切り、はい、まあそれでも持ち前の度胸でどうにかなるわと思っていた私でした、うん、あれも大変なんだよね、ああいうデパートの屋上なんかで。こんにちは、お姉さんよ、こんにちはなんてやるんですよ。そう、よく知ってるね、苦労してるね、チャコもねやったことないもんね、大きな声でね、ね、もうおばさまみたいな人が、皆さんお姉さまよなんてね、やってるの本当に痛々しいですよ、見ていて、同業者として本当にね、身につまされる思いがして、行ってて行って助けてあげたいと思っちゃう、僕なんか、あの見てると、第1部は、司会のお姉さんである私とウルトラマン怪獣で店内に PR をしてきました、はい、最初これやるんだよ、回らなくちゃいけないのね、店内をじゃあって1階から2階、2階から3階ずっと階段回んなきゃならない、そして2時から屋上でってやんなきゃならないね。やっちゃめ、上手ねえなって、やったことあるの、いや、まあ大きな声じゃ言えないが、ウルトラマン怪獣が活躍しますってやらなきゃいけないのね、良い子の皆さんを集めなくちゃいけない、はい、そしてお昼、君初めにしては一部とっても良かったよ、うん、二部もね初めてにしては良かった、二部もこの調子で頑張ってねとはスタッフのお言葉、はい、はい、一生懸命頑張りますと私は一礼して、心の中でそうよ、ショーとは言っても相手は子供、私だってやればできるんだわ、うん、私はそっと北総へ見ました、はい、いよいよ時間です、うん、赤の T シャツ、白のサロペット、上にボンボンがついた黄色いお帽子を横にかぶるという必殺子供ショースタイルの私、衣装も大変なんだよね、あの衣装はどんな、あ、すいません、自前です、よろしく、お分かりですよね、子供ショーの場合ね、あの子供が喜びそうな、あれ、まあ、派手なもんがいいですね、明るいお姉さんの感じで、はいはいはい、そうです、電話で自前なの、スタッフもやってたんじゃない、口入れかんよあれの自前なんだよ、だから大変なんだよ、どうしてそういうふうに決めちゃうんでしょうね、子供にはこういうものってね、パターンをね、もしかしたら子供だって変なものが見たいかもしれないじゃん、円卓の騎士が見たいかもしれないわ、そうよ、ちゃんとわかる日本語の、なんていうこと言うんですか、そういういちいち引っかかるようなで今そんなこと言うとあら大変よ、分かってるよ、今みんな上手よ、引っかかれるよ、引っかかれない、私あないようにしてるもん大変なんだね、衣装なんか自前でね、こういう仕事の時ね、衣装代だって出ないんだもんね、自分ちゃんとね、いろいろ考えなきゃなんない、はい、お帽子を横にかぶるという必殺子供ショースタイルの私、テーマ音楽が流れ、ディレクターのサイン、タッタッタッと屋上に作られたほんの30センチほどの高さのステージに駆け上がり、良い子のお友達、こんにちは、こんにちはと、ちょっと声が足りないわね、もう一回言ってみましょう、こんにちは、よくわかってるね、このお姉さんは一回目にしよう、君うまいね、白石君っていうのどこの人、青鬼の、青鬼よ、君できるね、できるわよ、しっかりやってね、うん、毎週食べますよ、日曜日、はい、あ、まあ日曜日ちょっと塞がってるのね、態度の悪いタレントどっから出てきたんだかね、お稽古に歌の稽古があるんだよ、しないよしない、どうせ無駄だからそんな無駄なこと本当に青に行って無駄なことさせるよ、タレントに、わあ、私たち自主的にやってるね、良い子のお友達こんにちは、ええ、自主的でなきゃやれないよ、そら、ひろちゃんをはじめとしてね、わかるわかる、はい、やって自主的だからこそやれるんだ、はい、目のある人はね、あら、みんな上手よ、私は左手を高く上げにっこり笑って挨拶をしました、ええ、良い子のお友達は幼稚園で教育されているのか耳をつんざくような高いキンキラ声を出して、こんにちは、あれまたハンド押したように答えるんだよね、子供たちも、声出すの楽しいのよ、やっぱり、でも中にひねくれたガキもいるよ、バカくせえ、カラスの勝手でしょ、なんて横向くのもいるよ、騙されっか、あんなこってこんなものデパートの宣伝だろそうなっても悔しいわね、困っあのチラシなんか配ってなんか買わせよってんだろ、まあ買わねえのいいよ、そんなかこういうね、とんでもないガキもいるからね、うん、今日はお友達とお姉さんとゲームをして仲良く遊びましょうね、
私はお友達に負けじとそう叫びました、はい、そしてショーはスタートしました。スイカ早食い競争、くだらないなるんだよな、なんでもメロにしてくれればいいのに。贅沢なガキがいるね、おい。どこのガキだよ、ドラ。何でも食わせりゃいいってもんじゃないんだよ、何でも食べさせりゃね、子供喜ぶと思ったら大間違い。スイカ早食い競争、子供だってあっちこっちのデパート歩いてるから回してるよ、スイカ、ね、本当に。ウルトラマンジョー登場、うん、ガッツポーズゲーム。俺には分からなかった。ガッツってやるんでしょ、きっとね、ポーズ一緒に、ね、くだらねえこうやってやる、ガッツってやるわけか、なんか掛け声かけるんじゃない。なるほどね、うん、ウルトラマン退場、土壌をつかみ大会と昭和進んでいきました。夏場だから、私は一つの土壌だって。夏場苦労だよね、本当にね、子供たちにつかまれて、私は一つのゲームが終わるごとにほっとし、はあ、私だってやればできるんだわ、そう頑張って ね、頑張ってくださいよ、本当に。やってできないものはないんです。そうよ、心、そうかなちょっとわかんないけど、そう、やってできないものってある。やってできないもんって、やってっていう言葉で。やれそうもないことは やらないでしょ。それじゃやっぱりやってできることはないってさ言えませんよ。だからやろうと思った時からできるのよ。そうだって、私やっぱり綱渡りとかそういうのはやらないもの、うん、そりゃそうだな、できないと思うから、うん、歌はやっぱりやってできないことはないと思って回る回しやってできないことはない。そうだから、だけど自分のやれると思ったことだけってのはどうも理屈に合わないけど、まあいいや、そんなこと、うん、私だってやればできるんだわと心の中で繰り返しました、はい、これは大事だよ、この人はね、うん、これは大事ですよ、このことは。私だってやればできるんだわと思うこと、もう次ができるもんな、一つできたら、うん、この次はもっと大丈夫だ、はい、しかし最後のクライマックスで悲劇、いや喜劇は起こったのです、うん、台本によると土壌つかみ大会が終わった直後ぐらいに怪獣の PA が入り、怪獣が登場し、ウルトラマンが怪獣をやっつけて終わりになるというものだったのです。ええ、土壌つかみ大会の優勝者であるマサオ君という小学校3年のお友達に記念品を渡していた時、はい、急に小学校4年ぐらいの男の子3人のお友達が、お友達ってのは面白いわね、でもお友達が、うん、あ、まだ終わっていない、よかったと言いつつ80人くらいいる観客の一番前まで来たのです、ええ、見るからに悪ガキそう心の中で、心の中でそう呟きました、はい、そしてその予感は見事に的中したんです。どんなんだ、あ、まだ終わってねえぞ、おい、こすわる、悪ガキが来たわけだよ、やがて怪獣の鳴き声とともに両手がハサミのようになり、目玉が今にも飛び出しそうなくらい恐ろしい顔をした怪獣が現れました、いい子の、良い子のお友達の中にはママの胸に顔をうずめて泣き出すお友達もいました、はい、怪獣はお友達を脅かし、お姉さんをいじめました、はい、私はお友達に向かって、キャー、お友達、お姉さんを助けて、ウルトラマン女王をみんなで呼びましょうと言いました、そう、すると先ほどの3人が、うん、ウルトラマンなんて呼ばなくていいよ、と言ったのでございます、はい、それでも私はこの場面でもう終わるんだと思い無視して、さあみんなで一緒に女王、女王とウルトラマンを呼びました、はい、そしてウルトラマンがかっこよく登場、お友達はお喜びです、とするとき、あ、白いパンツが見えている本当だ、ケツが破れていると3人組、夏様、私やっぱり上がっていたんですね、思わず自分のお尻を押さえてしまったんですすると、あのお姉さんおならしているかわいそうに、とさっきの悪ガキ3人組です、私お尻を押さえたんでそう思ったんでしょう、クライマックスはウルトラマンと怪獣の乱闘シーンです、私とお友達はウルトラマンがウルトラマン頑張れの応援、私は少しステージの横の方へ行き応援をしながら考えました、はい、私今日何色のパンツ履いてたっけそう思いながらふと乱闘の方に目をやりました、私は恥ずかしさで思わず赤面、今度は顔に手をやりました、だってそうなんです、白いパンツが見えていたのは他でもないウルトラマンだったのですウルトラマン女が見えてたの、そうらしいんだよ、かわいそうにね、しかも破けてたんだ、ちょっと衣装、怪獣が出てきて戦うと、ほら夏の暑い時は怪獣がふらふらしてるのよね、あれも大変なんだよね大学生のアルバイトだからね、明治学院大学なんか入ってんじゃないかって思うんだけどもね怪獣がもうふらふらなのね、そう、あれやね、進撃のね研究生とか大学生なんですよ、
進撃の研究生なんかだとこの頃ダメだよ、なんか生意気なことやって逆らうからね、大学生の方がいいよなんて、うん、この頃は素人の大学生を使って進撃のアルバイトさえなくなったんです、あれからね。あ、そうなの。進撃のね、なんかあの研究生なんかアルバイトに行っちゃうと結構いっぱいやっぱやる以上はね、うん、俺も役者だと思うからね、こうしたいとかいろいろ言っちゃうらしいんだよ、データに。ここはこうやって、どうもうるせえから、あの進撃つかねえ方がいいよ。大学生の方が素直にやってくれるなんてんでね、大学生の運動部かなんかに行ったりね、なんかしてるようですよ。そうですか、ね、で私、そうです、白いパンツが見えていたのは他でもないウルトラマンだったのです。やがてウルトラマンが怪獣を倒し、お友達の歓声の中で退場しました、はい、ショーが終わり楽屋に戻ってみると、スタッフのみんながウルトラマンのぬいぐるみを前にして、また予算オーバーだよ、おい、乱闘が激しいからすぐダメになっちゃうんだ、どうで破けちゃうんだすぐに。ちなみにさっきの3人組のことを書きます。はい、みんな良い子のお友達はウルトラマン頑張れと応援しているのに、あの3人組は声を揃えて怪獣を応援していました。悪ガキ、クソガキ、ちびっこギャング、漫画のまことちゃんだってもっと可愛げがある。まあ元はといえば私がタレント性に欠けているのかもしれません。これくらいの悪ガキを裁けない私がいけないのかもしれませんね。今週のお題にはちょっとずれてる周波数かもしれませんが、あいつには悪ガキどもには気をつけましょう。こういうお便りですね。そう、今の、TBS でもほら、ヤングスタジオラブってのやってたりしてた人になって、何年か前にこの一室を開放して、ひどい男の子が来てね、いつか、わんぱくなって。中に悪ガキがいるんだよね。私と和彦さん、加藤和彦さんとやってる時、なっちゃんと組んでない曜日だと。スタジオの中で生でやってるからね、いっぱい入ってるからね。もう私降りてて、はたいちゃったもの。はたいちゃった、うん、バシンバシンバシンってお尻を。そしたら次の週からすごくいい子になって。俺もね、これ言っちゃいけないけどね、一度だけやっちゃったことあるね、本番中に。まあ、我慢したんだよ。なんとかして我慢して、カニカニ。ヤングスタジオラブで、いや、冗談言い続けたのね。うん。だから、あんまりしつこいんだよね、その絡み方が。やじるんだけどさ。やじるのね。やじるの。絡み方あんまりしつこい。てめえ、この野郎ヤクザになっちゃうんだ、俺喧嘩するとね、つい言葉乱暴になっちゃう。でもね、目立ちたくてね、一生懸命ね、言ってるのよね。うん、その彼はね、そうね、そうなんだよね、自己主張なの、それとも付き合わなきゃいけないんだよ、それとも付き合わなきゃこっちはね、子供になっちゃうの分かってんだけど、ダメだったって言われたね。だけどその子ははたかれて嬉しかったみたい。あ、それはね、何かしっかり言ってくれる人が欲しかったんです。お姉様が僕を叱ってくれた。もっとぶって、でも柔道部だって、後で聞いたらおっかない。いや、東京は涼しいんですよね。そうね、ただその少し前、少しムシ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 雨ってね、はい、ありましたけれどもね、私が予備校を終えて帰る昼頃は、実に様々な人種が電車に乗っております。はい、老若男女、老若男女、根の暗い予備校生、根の明るい大学生。そう。私の横には労務者風のおっさん、はい、競馬新聞を広げて盛んに舌打ちをしております。多分ボロ負けしたんでございましょう。しまいには新聞を投げ捨てて、ちくしょう、俺はね、ちくしょうと言いながら、その新聞を踏みつけております。周りの人々は無関心を装いながら、もじりもじりとおっさんから遠のいております。電車風景だね。はい、都会だな。私はふとそう思いました。うん、そして私の目の前に OL 風の女性、心地よい冷気の中でお休みでございます。はい、美人だな。美人の寝顔とは古言色っぽいものか。うん、私はついシャバーっとなりました。はい、と相手の女性もシャバーっとなったのか、しばらく開いた口から糸のようなよだれが。ああ、シュールだな。シュールレアリズムだ。何がシュールよ。その時、一陣の熱風とともに使い古しのおばさん連中が踏み込んでまいりました。使い古しだなんて。おばさんたちは、わあ、冷房車だわーと口々にわめきながら、少ししか空いていない席の隙間に、ごめんなさいよねと言いつつ、うん、たるんだ大きなお尻を割り込ませております。ええ、周りの人の迷惑そうな顔もお構いなしに、うん、バーッと足を広げると、はぁ、熱い熱いと言い、扇子をパタパタやっております。うん、小汚いシミーズがまるで雑巾のようにおばさんの股間を漂うのではありました。うん、あー、シュールだ。うん、これもシュールだな、レアリズムだ。うん、私はおばさんらの強制をよそにお休みしようかと思っておりますと、ひときわ黄色い高い声とともに女子高校生というものが入ってまいりました。こちらもおばさんに負けず劣らず、野沢先輩って素敵とか、安友君のあそこって大きいそうよ、で身長あるんじゃないのとか、いやね、18センチ。
冬美とかいう一年生ちょっと可愛いからって生意気よねとか、うん、くだらない話をキーキャラキーキャラやっております。はい、あいつらも末は雑巾清水かと思いつつ、うん、私はいつの間にか眠っておりました、うん、目が覚めるともう終点間近、はい、女子高校生も雑巾おばさんもおらず 2,3 人が座席の端っこにポツリポツリ、うん、戦い終わって日が暮れて母さん蛇の目でお迎え嬉しいなあ、うん、そんな歌を思わず口ずさんでしまいました、はい、私はおもむろに立ち上がると電車の一番後ろの車両から先頭の車両まで歩いて行きます、うん、その時私の視線は網棚に集中します。少年ジャンプ、少年チャンピオン、うん、放置新聞、たまにエロトピアなんてのもあります、はい、ん13年目の広場なんだこれ、うん、まあいいや持ってこうと全部片手に抱えて歩きます。そんなものを置いてく人ってのはねえ困りましたね。送ってちょうだいよ。網棚を全部さらい終わる頃終点終点という声とともにドアが開きます、はい、むむ暑い暑いな。俗世間の空気がブワーッと熱気の中を這いずって家に着きますと、当然家にはクーラーなく、10年ほどお付き合いしている扇風機がキーキーパッタンきしみながらイヤイヤをしております。へえ、うん、暑い、あの冷房車が恋しい。自民党大勝したんだからこの暑さなんとかしろ。自民党なぜ勝つの、自民党の勝手でしょう。お粗末でした。こなさいなら野沢の那智様、白石戸冬美様へ江南台より愛を込めて。ありがとうね、はい、なんとなくね、夏の暑さとね、わびしさが身にしみる手紙だよ。そうですね、本当にね、こんな時電車乗ってると。もう今年も半ばを過ぎようとしているのね。怖いな。はい、お知らせです。淑女のたしなみ。さて、淑女のたしなみはどんなことです。あなたので淑女のたしなみなんて手紙来るかな。淑女のたしなみを見た人、してる人、見た人頼りねえな、どうぞお便りください。淑女のたしなみ、まあ日頃やんちゃと思ってたらね、なんかかなりね、あの乱暴と思ってる女性、あのパックのね、女の子たちも実は何を言ってんのよ。これが淑女のたしなみよ。私たちのこと本当に知らないのねと、こういうタイトル一つ書いてください。淑女のたしなみ、はい、お待ちしています。淑女のたしなみ、もちろん男の子から見た、淑女のたしなみでも結構です。はい、最後のお便りになりますでしょうか。2つ読めたら読みたいと思うんですけれども、はい、ピンクのタンクトップに白いサンダルを買って、もうすっかり夏なのよね。夏様、冬美様、元気で過ごしてらっしゃいますか、はい、最近はおしのさん大登場で、どうせボツになりそうな気がするけれども、そんなことないよ。それならそれで気取らずかけていいやと初めてペンを取りました。食パンの便箋ね。私の生かさない日々雑感より、はい、サーフィンボードの乗っかった車を横目に見ながら、うん、だらだらと坂道を歩く。初夏のようにもう優しくない太陽が意地悪にさえ思える。私はとっても汗っかき。だから坂の上まで来るともう汗びっしょりで、顔はトマトのようにほてってしまう。やっぱりバスってものがあるんだから、バスで来ればよかったとしばし反省。鉢巻きをした暴走族のお兄ちゃんたちが、ブワーン、大音響には慣れたもので別に驚きもしないけれど、ああやれば涼しくなるのかもと一息。汗ふきふき、私もご苦労なことで、うん、でもなんか買い物をした日にはなんとなく30分の道のりを歩いてしまうのです。お婿さんと同じで、もうちょっといいのを待ってみようと思ってはダメよと母のお言葉。なるほどとも言わずに黙々と求人誌をめくる娘、ね、つまり私は世間体の悪い無職者なのです。はい、ここまで書いて字もいじけてきたことに気づいてギョッ。犬は人に懐き、猫はうちに懐くというけれど、私はどちらかといえば猫型。悪い環境に侵されてか、自分の心までギスギスしてくると猫語で言えば家出をしたいなーなんて、そんな悲観的とも楽観的とも言えるような性格が災いして、ただいま無職。お料理もなかなかになったし、お掃除お洗濯大好き、うん、お金さえあれば威張って花嫁修行だなんて言えるかもしれない。前から読みたいと思っていた小説だって読めたし、そうアガサクリスティだって夢中熱中できたじゃない、うん、時間的にはとっても贅沢な暮らしをしていると楽ちんさが身についちゃって、無職でうちでゴソゴソしていた方が
私には自然よなんて言ってしまいたくなる。そうよね、楽だものね、何もしないでいると。それは普通じゃないよ。なら普通の生活ってなんだろう。人間らしく生きるってなんだろう、うん、一人でいる不安や孤独も知ったし、それだけ繊細になってしまっているんだわ、うん、話が重くなってしまったけれど、お誕生日には銀行員の妹からミッキーマウスのベッドテーブルをもらって、キャー嬉しい、いいわね、と言い損ね、うん、ちょっと涙ぐんでしまった、うん、妹が銀行員じゃないったな、うん、うちの劇団にもいるんで、青木泉って演出部にね、演出部の女の子でね、妹の方がきちんとして勤めてるの、うん、お姉さんダメよ、しっかりしなきゃ、あなた大丈夫なんて渡して、うん、妹と喧嘩しちゃった、やってよく劇団来るんだよね。うちの妹もみんなそうでしたよ。あ、そう、しっかりしてますもの。時々機嫌がいいの、ウキウキして、どうしたんだ泉、今日機嫌じゃないか。妹から、妹にお説教された後でお小遣いもらったおい、おい泉、その服似合うよお前、ぴったりだよ、いいよその茶色、ずっと続きてる、どうしたの、買ったのか、センスあるな、なかなか。妹にもらったんですうちの妹なんてお小遣い一度もくれたことないわ。あ、そう、うん、お掃除には来てくれるけど。いい妹じゃないか泉の妹も素敵だし、泉も素敵なんだ、見てるとな、美味しいストロベリータルトも真っ赤な色がなんとなく悲しい色に見えたりした。はい、はあ、シャネルの香水も欲しいし、綺麗なパンプスも欲しいと思ったりする。そんなパンプスなんていらない、欲しいものも自分で手に入れられないで何してるのと夜中にハッと起きてみたりもする、うん、何をしているのと、それは今私を一番脅かす言葉、一人でいる孤独と大勢の中にいる不安と、一人でいる幸福と大勢の中にいる安心感と、青春という海があるのなら、その中で未だ揺れている私、いろんな矛盾をはらんでいてすごく残酷な海、うん、そんなことを考え、夜中一人で詩人になってしまった自分、はっなんて仮名メアリより。かなり嬉しそうに毎日送っとるの。そうなのよ。そのまま行っちゃうぞ、ずっとそろそろどっから踏みつけてなんかやんないと。 ありますよね、なんでもね、うん、やっぱりなんかやった方がいいみたいね、うん、ただブラブラっとしてる。まあ習い事に行ってもね、それをそう、うん、習い事、うん、やっぱり働くのがいいな。だからね、働く基礎になる習い事。ああ、それならいいけどね、うん、どっかなんか働きに出てみなよと、いろんなね、男たちもいたりして面白いかもしれない。いいのよ。そう、最近はいませんか。いいな、こんだけ男の人いっぱいいるけどね。いや、別に男だけじゃないよ人間関係ってのあ、人間関係はそう、いい、ね、面白い人間関係も中には一つや二つあるかもしれないから、うん、それはありますよ。家の中にばっかりいないで少し外へ出てみた方がいいんじゃないかな、もう一つ読めますね。前略、急いで読まなきゃだめ。腹の底から湧き上がる怒りを抑えつつ、ここにペンを取ります。怖いわね。私はつい最近ある雑誌で離婚した母親の話を読みました。内容は、自分たちには子供が2人いたが、離婚に際して自分は子供たちの出来が悪そうだったので夫に押し付けたということでした、はい、なんということだ、ね、人を外見で判断するのはいけないことだ、まして自分の腹を痛めた子供じゃないですか、うん、どう思いますご両人、自分たちが性的欲求のままに作った子供を、まるで八百屋でスイカを選ぶがごとく品定めして言語道断、うん、私の母はこの文を読んで泣いておりました。ああ、曰く、こんな年派もいかない子供を見捨てるなんて世の中にひどい人がいるね、うん、私も同意見です。この世に生を受けた限り、我々人間は幸せになる権利があります。たとえ何人たりともそれを剥奪することはできない、うん、最近離婚が増えているようですが、子供たちのない人は当人同士でケリをつければいいが、子供がいる場合はそうそう簡単にことは運ばないはずです。まだ子供は親に対して主張することもできないのです。ところが最近の夫婦は、子供がいようがいまいが意に介せず、自分たちの言いたい放題言いまくり、手切れ金を獲得すると、子供は適当に育つんだよと言わんばかりです、はい、昔の人は素晴らしい言葉を残しました。子はかすがいという言葉です、うん、いい響きを持つ言葉です。いくら夫婦が仲悪くても、可愛い子供がニコニコと愛嬌を振りまけば、親たちもつられて和やかに打ち解け合える、そんな光景が目に浮かぶようです。しかし現在離婚に際し、子は足かせ的存在です。つまり邪魔者でしかないというんです。
こういう結果になるのはそもそも結婚が若い人々の間で軽んじられているからではないでしょうか。大学生同士フィーリングがあったとか、優しそうだったとか、面白い人だからとか、簡単に結婚してしまいますが、結婚は人生を一緒にこれからやっていく人を決定する大切な出来事で、それを決定するには相当の覚悟がいるのです。結婚するときはこれからこの人を一生愛していくのだと悟りきったことを言い、いざ離婚するときはフィーリングが合わないんだよ、これも運命だよとシャーシャーと抜かしおる、まるで子供がおもちゃに熱中するごとく、初めは一生懸命だが熱が冷めると見向きもしない、大の大人が子供並みとは情けない、そしてわざとらしく短足をつき、私の青春はこれで終わりだと嘆く。まったくあいつらには離婚の陰で泣く多くの子供たちの姿が見えないのか。ご両人、長々と詩文を書き連ね、しかも汚い字ですいません。こんなことで世の中が変わるとは少しも思いません。しかし書かずにはいられなかったんです、数日前の新聞にハワイへ赤ちゃんを養子に出し、返す返さないで揉めておりました、何か心の中に寒々としたものを感じます、本所の推しの失恋魔術師両人様、結婚してもこんな親にならないでください千葉の反動分子暗黒仙人より、時間がちょっとないんであんまり僕は僕なりの意見がちょっとあったんですけども言えなくなっちゃいましたけれども、この方のおっしゃってるこの内容そのものに基本的に別に反対してるわけじゃないんですけれども、この言葉引っかかるんですね、あえて逆のことを僕は言いますけれども、昔の人は素晴らしい言葉を残しました。子はかすがいという言葉です、いい響きを持つ言葉です。これとってもね辛いんですね、つまり離婚を奨励しているわけでもさらさらないし、そう誤解されては困るんですけども、もし本当に愛し合ってると思って結婚しても、愛し合えなくなった場合、じゃあどうしたらいいんでしょうか。愛し合ってないっていうことをはっきり分かって、その中に子供がいたとしたら、それもまた子供にとっては悲惨なことなんですね、無理して愛し合うことは人間はできないんです、どうしても、だから最近はっていう捉え方はあんまりしたくないんです。ある人は、私にとっては理解できない離婚だとかっていうことは言えても、最近はっていうふうに十把一からにして、そこへ持ってきて子はかすがい、だから子供のために愛がなくても一緒にいろっていうことは、僕はそれは言えないと思うんですね、それが多分人それぞれだと思うんです。だから結婚とか離婚とかっていうのは外から見た現象だけではなかなかわからないんです。当事者にしかね、新聞報道程度ではまたわからない部分があるかもしれません。もちろんこの方がおっしゃってるその無責任な子供に対する無責任な愛情の持ち方と、そのことに別に反対してるわけでもなんでもないし、こういう真実の愛情を真ん中に置いた破局というものに対しては案外子供はきちんと理解してるんじゃないかと思います、したがって処理もきっときちんとしてるでしょうしね、もう難しいんだよな、なんか身の上そうだみたいな、身の上そうだみたいな、いつもパックがやらないんですけれども子供が間挟まるとつい深刻になりますので、では今のお便りとその前のお便りに通に、記念品、そして来週のお題は宿女の、宿女じゃない宿女の、あすごい気づいた、でも俺これは嫌いだよ、宿女のたしなみというお題、自分の子供なんて、ね、顔がまずいよとか、ね、そういうことでね判断する、その浅はかさばっかり許せない、ね、タレントじゃねえんだアホバカって言ったもん、顔じゃないものね、顔なんか関係ないのか、それはいい顔に越したことはないけど、そんなこと関係ないやすごい絆になっちゃうのなんかね、そう、これでも私も一時の子でございます、今日の思い出は私の座なしで、チャコこと白石冬美です。それでは皆様お元気よ。